皆さんこんにちは、匿名希望でございます。高画質でお送りするゼノサーガフリークスパート16です。前回はですね、ケイオスくんのストーリーがいよいよ始まりました。我々プレイヤーをね、なんか認識しているメタっぽいなんか意識を持っているケイオスくんなんですけど、この先ね、いろんな事件についてもこう状況を把握しながら動いてるように感じましたね。じゃあこの先どんな風にね、事件を転がしていくのか気になるところです。ではご覧ください、どうぞ。すべてはケイオス君の手のひらの上だったのか。え、何をしたのかって気になる。そうだね、ちょっとしたいたずらかな。でも放っておくとちょっと危険だったからね。それじゃあ行こうか。ほほう、じゃあブリッジ行きます。買ってきたものをね、みんなに渡そう。あれ、ジュニアはいないの？チビ様でしたら今犯人探しの真っ最中ですわ。張り切っとったから当分戻ってこんと思うよ。ジュニアが張り切ってるって聞くとなんか微妙に不安な気持ちになるね。犯人の特定はできたのかい？あれ、何が起きたのかは把握してるんだよね、ケイオス君ね。それは今調査中。まあ犯行現場の特定もできてるし、捕まんのも時間の問題やな。ね、本当は買い出しに行ってるから何が起きたか分かんないはずなんだよ。だから帰ってきたら何かあったのって聞かないといけないんだけど、それをしないってことはケイオス君全部分かってるんだね。やっぱ買い出しの方はお済みになったのですか？うん、バッチリ。みんなの欲しいものを買ってきたよ。バッチリ。シリバツ様、私たちの買い物は？ごめん、忙しそうだったんで聞けなかったんだよ。今度必ずね。絶対ですよ、約束ですよ。百式さんたち基本的に可愛いね。じゃあ隔離格納庫。こんな大事な場所に簡単に出入りしていいのかって？あ、僕たちはジュニアの計らいで特別にね。もちろん普通の人は簡単に入れないようになっているよ。居住区。まさかシオンに会いに行くつもりなのかい？でも今はやめた方がいいと思うよ。彼女も忙しいしね。これあれかな、アンノウンが入り込んでるあたりかな。と、じゃあこれやったっけ？え、何？あ、これやった、ね、そうだね。それじゃあブリッジだからエルザに戻ろうか。じゃあブリッジに行く前に話そう、ケイオス君と話そう。とりあえず荷物の整理をするためにキャビンに行こうか。あ、そうなんだ。じゃあキャビン行こう。とりあえず買ってきたものの整理をするから待っててくれるかな。はい。お待たせ。早いね。さて、次はブリッジでちょっと大変な仕事が待ってるんだ。さあ気合い入れていこうか。何をするんだろう。何が始まるのかって？ちょっと説明しづらいんだけど。なんだ、概念的な話かい。とにかく放っておくと結構ヤバそうだから、ちょっとだけ手を貸そうかと思ってね。菩薩の位置だね。じゃあブリッジに行こうかね。ただいま。なんだよケイオス、ここはモモがいるから大丈夫だぞ。待って、サカダル12ダースってあれだよね、後で郵送じゃねえ、運送してくれるんだよね。うん、でもモモちゃんだけ働かせるわけにはいかないし ね。手で持ち帰ってきてるわけじゃないよね。ありがとうございます、モモ。嬉しいです。嬉しいです。嬉しいです。悔しいです。なんだよケイオス、お
前デュランダルに異常があったのを知ってたのかよ。本来なら知ってるはずがないのにね。うん、まあね。でもジュニアが犯人探ししてるって言ってたし、すぐに落ち着くと思うよ。ケイオス、頼んでた夢と希望と男と女買ってきてくれた？男入ってるし金と名声なくなってるよ。あれらは売ってなかったから、とりあえずタバコを買ってきたよ。デュランダルの異常、あれハッキングだったんすね。さすがハマーだね。気がついてたのかい？ま、なんとなくっす。実は俺も昔いたずらしようとして博識にコテンパンにされたっすから。前科持ちか。買い物は終わったんですか？フライパンも買ったかな。うん、ちゃんとフライパンも買ってきたからね。わーい。本当ですか？ありがとうございます。わーい。さあ、じゃあこれで報告が終わったから。焦らないで、もうすぐ始まるんだ。ここから離れちゃダメだよ。ん？そっか、ケイオス君何かやるんだよね。なんだおい、何が起きたんだ？未来がちょっと見えてるってすごい。ハッキングっすよ。何者かがメインフレームに干渉してきてるっす。このタイミングでケイオス君ブリッジにいたのね。ハマーさん、防壁展開します。コントロールをこちらに。影薄すぎるよ。わかったっす。頼むっすよ、モモちゃん。はい。おい、ハマー、相手の位置はつかめないのかよ。今やってるっすよ。オッケー、犯人の居場所がわかったっす。バカな。もったいぶらずにさっさと早く教えやがれ。それがコスモス調整室からハッキングされてるっすよ。くそ、何の目的があってメルザのメインフレームに侵入してきやがったんだ。まったくわけわかんねえよ。こんな貧乏船を乗っ取って何するってんだ。借金の肩代わりじゃないかい。借金の肩代わりでもしてくれるってのかよ。ね。ダメっすよ、もうお手上げっす。メインフレームが完璧に乗っ取られるっすよ。あ、ごめんなさい、今お話ししてる余裕がないんです。でしょうね。どうすか、モーちゃん。それが次々と防壁が突破されていって、ママの反応速度じゃ守りきれない。そんなバカな、モモちゃんが押されてるって、そんなことできる人間がいるわけないっすよ。じゃあ何か、犯人は化け物だとでも言うのかよ。モモちゃん、モモちゃん、おい、大丈夫か。くそ、こんな真似しやがんのは一体どこのドイツだ。チビ旦那は一体何やってんだよ。ケイオス、ここはいいから早くモモちゃんをキャビンへ。モモちゃんが倒れた後のブリッジの、なんだろう、動きってのは見えてなかったね、今まで。わかった。やばい、やばいっすよ。モモちゃんが防げないのに、この俺にどうしろって言うんすか。とにかく、モモちゃんを助けないと。静かな場所に移して休ますよ。はい。あ、ダメだよ、モモちゃんを放っておけないだろ。あ、なるほどね、ここで連れていく選択肢があるのね。こんな、じゃあ連れて行こう。とりあえずここで休ませよう。どうやら予想以上に彼女の攻撃が強力だったようだね。少しやり方を変えた方がいいかな。あ、犯人のこと彼女って言ってるから、コスモスさんがやってるって分かってんだね。ケイオス君、シオン、ママちゃんは？とりあえず安定はしている。でも意識が戻ってないのね。うん、どうやらハッキングを防いでいた時に強力なナノウイルスを使われたみたいで、おそらくそれのせいで人格層に影響が出てるんだと思う。ももちゃん、それよりもコスモスは大丈夫なのかい？ももちゃんがこの状態だから、彼女にも何か異常が出ててもおかしくないと思うけど。ごめん、コスモスの様子を見たらすぐ戻ってくるから。
ももちゃんのことお願い。うん、わかった。おそらくシオンでも彼女を止めることはできない。みんなが協力しなきゃこの事象は収めることはできないんだ。もちろん彼も含めてね。ここの彼って誰を指しているんだろう。ケイオス君、こんなところで何してるのかな。終始怪しいな、アレン君。実はエルザのマザーフレームがハッキングを受けて、それを防ごうとしたモモちゃんが倒れちゃったんですよ。わかりやすい自分。あ、で、モモちゃんは大丈夫なの。それが意識が戻らないんです。なんとかももちゃん助けられないかな。ねえねえ、ケイオス君、なんとかできないかな。様子が変だ。アレンさん、今はももちゃんの心配よりも他にやらなければならないことがあるのでは。え、でもなんでしょう。大丈夫、アレンさんならきっとうまくやれますよ。僕はアレンさんを信じてます。なんだろう、アレン君は何か大事な任務があるんだろうか。結果として悪い方向に進んだだけなんだろうか。あ、早く行かないと。もうすぐシオンが戻ってきますよ。え、あ、それはやばいよ。じゃ、シオンさんに会うとやばいんだ。ももちゃん、もう少しの辛抱だからね。今助けてあげるよ。ケオス君、ももちゃんの様子はどう。あ、シオン、それがまだ意識が回復しなくて。そっちはどうなの。コスモスに問題はなかったのかい。それがあの子どこかに消えちゃって、調整タブが破壊されてたし、多分普通の状態ではないと思うわ。ニャンニャンしてたよ、ニャンニャン。そうか、ただごとじゃないみたいだね。ニャンニャごと、ニャンニャごとが起きてたよ。シオン、とりあえずももちゃんをこのままにはしておけないよ。なんとか助けられないかな。確かにこのまま放っておけば危険ね。この状態でももちゃんの意識を取り戻すには、深層意識にダイブして直接障害を取り除くしかないわ。だったら決まりだね。シオンはここでももちゃんの手当てをお願いできるかな。僕はいなくなったコスモスを探すよ。設備も整っていないし、アレン君のサポートもない。あまりいい状況とは言えないわね。やめておくかい。いいえ、おじけづいてられないわよね。ももちゃんを助けるためだもの。ケイオス君、コスモスも、あの子のことお願い。遺言みたいになってる。わかった。ジュニアに頼めばちゃんとした施設に送ってもらえるとは思うけど。ダメよ、それでは時間がかかる。デュランダルもエルザもまともに機能していないのよ。だったらやるしかないね。ジュニアに頼めば。ダメよ、それでは時間がかかる。だったら、さて、ももちゃんはシオンに任せておけば大丈夫だね。うん、とにかくこの事象を収束させるためにはみんなにもう少し頑張ってもらわないとダメみたいだ。うん、おそらく今の彼女は誰にも止められない。だから彼女自身に止めてもらうことにしよう。コスモス自身に止めてもらう。さあ、ちょっと忙しくなるよ。まずはももちゃんに頼まれたフライパンをあるべき場所に置きに行こう。武器として使われることはもう決まっているんだね。え、どこかわからないって。そうだね、結構意外な場所だからね。でしょうね、あそこは。じゃあブリッジ行ってみよう。くそー、あ、変わらないね、この辺は。キャビンは、シオンおよびモモを確認。モモの意識下へのダイブを行っているようです。え、コスモスさんいるの。君はここにいちゃいけないよ。
あ、そういえばそうだね、一回行った時ケイオス君にここにいちゃいけないって言われたね。ケイオス、あなたは通常言語によるコミュニケーションを行えるのか、にゃん。どうやらあなた以外の人物とはまともに会話ができない、にゃ。これはにゃにかの冗談なのか、にゃ。冗談？そうか、そうだね。でもおかしいのはみんなだけじゃないと思うよ。にゃにゃ。他にも機能障害を起こしている人物がいるというのかな。うん、それもすぐそばにね。ケイオス、あなたの言っている意味が私には理解できないにゃ。さあ、時間はあんまりないようだ。急ごう。早く何とかしないとね。あの状態のまま彼女を放置しておくわけにはいかないだろう。にゃんにゃん要素だけちょっと残したい。それともああいうのが好きなのかい。嫌いではないよ、嫌いではないよ。デュランダル行ってみようか。あ、行けるんだね。フライパンをコスモスさんの調整室に置く前に。ありゃ、結構派手に暴れてるね。迂闊に近づくとこっちも蜂の巣になりそうだよ。ランチの破壊を確認。ファウンデーションへの経路の封鎖完了。続いてデュランダル内の移動経路を封鎖します。タイミングよくドックに到着する館内列車。ドアが開くとそこには焦燥しきった表情のメリーが立っている。焦燥で合ってる、これ読み方。あれはメリーさんのようだね。突然問答無用でメリーに向けて銃を乱射し始めるコスモス。なんやねんこれ。メリー、避けてください。列車に向け攻撃を開始します。無茶言うな、避けてくださいは無茶だよ。デュランダルの移動経路の封鎖完了。何ふざけた真似しとんねん。こんなことしてただで済むと思っとるんかい。邪魔をしないでください。まだエルザの封鎖が残っています。度胸やないか。ここまでされて黙ってるわけにはいかへんで。メリー VS コスモスが始まるのか。このままではまた猫に逃げられてしまいます。天虫かい。目標、エルザに逃亡。すみません、これ以上あなたに付き合えません。絶叫し掴みかかろうとするメリー。しかしコスモスの力にかなうわけはなく、あっさりと突き飛ばされる。あ、乱暴しちゃダメよ。目標の追跡を開始します。やめとこうよ、今話しかけるととばっちりが来そうで怖いからね。うん、あの様子じゃ館内列車に乗ることはできないよ。じゃあいろんなとこ行けないね。ダメだね、館内列車が壊されてる。あれじゃ他のエリアに行くことはできないよ。やめとこ、列車が破壊されちゃったからどこにも行けないよ。余熱タイム、余熱検視タイム。どこにも行けない。ランチもボロボロの状態だね。これじゃ動かないと思うよ。米津玄師 AKA8。 やめとこうよ、うん、やめとこう。じゃあエルザに戻ろう。じゃあまあ仮想廊下に行こうかね。ごめんね、ちゃんと説明している時間はないんだ。いずれ説明できると思うから、とりあえず僕を信じてついてきて。はーい。あ、セリフ変わってるかも。くそ、変わってない。何のも進歩がない、こいつら進歩がない。じゃあ進もうか。うん、
どうやら間に合ったようだね。いろいろ遠回りしたけどね。まず、ももちゃんのフライパンを天井に取り付けてっと。なかなかフライパンを天井に取り付けようとはしないよね。そんな思考回路にはならない。なかなかタイミングを測るのが難しいんだよね。だろうね。よいしょ。こんな感じでいいかな。フライパンを天井に。シュールだね。じゃあ次の行動を起こそう。そのためにファウンデーションへ移動するよ。え、そんな遠くまで行くの？言葉もないくらい驚いてる。僕が何をやってるのか全く理解できないって顔してるよ。なんだ、ウェブカメラ経由で見てんのかこっちを。さっきも言ったけど、説明してる時間はないんだ。今は理解できなくても必ず理解できる時が来るから、それまで我慢我慢。うん、もどかしいね。いや、ケイオス君はいろんなところで紛争していたんだね。紛争？紛争？ケイオス、おっさんが。あ、まだももちゃん戻ってきてないんだ。どうしたんだい、ジュニア。まさかジギーが。ケイオス君がここに来るシーンもあるんだね。ジュニアさんルートではなかった気がするけど。コスモスのやつがいきなりおっさんを。そんな、ありえないよそんなこと。あ、ケイオス君も面食らってる。ちくしょう、おっさん敵は取ってやるぜ。二人ともやめてください。ジギーはまだ生きてます。え、そうなの？よかったね。そうですよ、ショックで意識を失っているだけです。まるで死んでるみたいだね。あ、ジギーの場合は壊れてるっていうのが正しいのかな。優しくしておけばよかった。だいたいみんな失ってからそういうこと言うんだよね。ジュニアさん、いい加減にしないとモモ怒りますよ。失う前に優しくしてあげてね。モモちゃん、助かったんだね。はい、シオンさんが助けてくれたんです。あの、心配かけてごめんなさいです。ううん、無事で何よりだよ。それより、ジギーの様子は？大丈夫、心配ないです。ジギーはモモが必ず助けます。僕たちがここにいても仕方ないよ。僕たちが行かなきゃならないのはファウンデーションさ。じゃあ一旦セーブします。さて、セーブしたので戻ろうか。ファウンデーションにも行きたいんだけど、行きたいんだけど、くそ、変わらないな君は。何の目的？ももちゃんはもう助かってるから誰もいないのかな。いないね。ごめん、今は休んでる時じゃないよ。早くファウンデーションに行こう。急ごう。うん、じゃあデュランダル経由しないといけないんだけど。そっか、外に出るときはでもランチ壊れてるんだよね。あ、ひとまず応急処置でファウンデーションには行けるようになってるのか。あんたも親だったら子供の面倒ぐらいちゃんと見よ。お、このシーンか。あの、親ってシオンさんがおばさんって言われて年齢を気にしてるとこだね。あの子を作った本人やろが。なら親も同然や。親より姉じゃなんとかならんか。メリーとシオンか。ちょっと見つかると面倒だから近づかないようにしないとね。そうしようか。ブリッジ行ってみようか。あ、そっか、館内列車は直ってないから移動できないね、他のところには。うん、ダメだね。じゃあファウンデーションに行こう。ケイオスと話してからね。ランチはまだ動いてないけど、急いでファウン。本動画はご覧の素材を利用して作成しております。フォント素材はよく飛ばない鳥様より、音声素材はミュージックイズ VFR 様よりお借りしております。ご覧の皆様もぜひ一度お立ち寄りいただけますようよろしくお願い申し上げます。それでは
ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。またねー。